はい、おはようございます。今日は28日、お給料日です。で、とりあえず今日の予定は家電ザッピングズばらしたいと思うんですけど、ちょっとだけ持ってきたので、で、まずはコンビニでタバコとコーヒー買ってきます。コーヒーとタバコ買ってきました。ちょっと休んでからオークションの梱包しちゃいますか。3つ梱包しなきゃいけないのなので。いやー、やられた。触媒買ってきて5000円で買ってきたら5000円でしか売れませんでした。この前は2万8000円で売れたんだけど、なんで単価違うんですかね。全然赤字だったけど、まあ梱包して発送します。これでは送料が割高になっちゃうので、ここ切っちゃいますか。梱包終わりました。3辺の合計出します。基板売れました。基板4500円。すごいな、基板も売れるんですよね、古いやつとか。ほとんど売れないけど、売れるやつはたまに売れる。基板よし、梱包しちゃいますか。この基板何すんですかね。4500円で売れたけど、これ何十年前も基板ですよ。何十年前の基板。チプチ巻いて両面段ボールで挟んで、ちょっとここテープで固定します。こんな感じですね。あとはこの辺の、これ入んじゃないかな、これとか空いてる箱に入れちゃいましょう。こういう封筒取っとくと後で梱包に使えるんですよね。今から封筒に入れちゃいます。はい、重さ測っていきます。はい、ただいまの時間10時です。よーし、2時間だけ家電雑品ばらしやりますか。あと午後からは予定入ってるのでやります。これはマッサージチェアの背もたれですね。こればらしますか。結構鉄あるな、これ重たいな。家電雑品で出すのもったいないのでバラします。これモーター動画銅コイル取れました。これもうビス止めなので、ビスどんどん外してっちゃいます。基板だけどいまいちダメだな。これギリ IC で通るかどうかだな。この辺は IC 基板だけど、こっちは電源基板みたいだな。プラスチック取れました。これシュレンダーくずでいけっけど、もうちょっとバラし、モーター3つついてんな。これ1個外したから4つついてる。すごいな、モーター可動領域外れました。ここからじわじわと解体していきます。じわじわ解体してます。はい、モーター4つ外れました。あとはシュレダクズ。モーター4つ取れた。これはどうしましょう。バラしちゃうわ。オープン。お。鉄板入ってる。鉄板。これ下からはバラせない構造になってます。上からやんないとダメだ。上カバー外しちゃいます。オープン。
はい、このままシュレンダーでいいか。シュレンダー、はい、マッサージチェア解体終わりました。次は昨日引き上げてきた雑品話しましょう。腹減ったのできんぴらごぼうで朝飯食いたいと思います。モーター5キロ取れました。約これで400円。鉄も取れたか。採算に合わねえ。いよいよ家電雑品ばらしていきます。まずこのミキサー、ミキサーいっぱい持ってきたんで、ミキサー先どんどんばらしてちゃいますか。1台目のミキサーばらします。中にモーター入ってるけどしょぼすぎるな。この上のこう豚台で取っちゃいました。モーター怖、モーターだな。これ何キロぐらいあるんだろう。1キロぐらいあんのかな。1キロか、80円。ダメだな。これゴミ入れて、ゴミ入れになる。ゴミ入れ、家電雑品になったな。これもじゃバラしちゃうか。やっぱモーター入ってますね。これ綺麗に撤去しちゃいます。これめちゃくちゃ重いな。なんなんだろうこれ。あ、重曹作るやつか。バラしてみるか。すげえ、モーター入ってる。もうちょいバラしてみるか。取れた。2.1 キロ。この辺のプラスチックは家電雑品で出しちゃいましょう。混ぜて。ミキサー地獄。おお、これも期待できるんじゃないですか。 2.25。 これもバラすか。ちっちゃ。 0.5 キロぐらいか。0.5 キロぐらい。まあ、鉄板取れたよ。さっきのバラしたやつ、失礼に当たるので、もう一回バラしてハイプラで処分します。またミキサーですね。バラしますか。中はこんな感じになってます。ちっちゃ。0.3 キロしかないんじゃない。 0.4 キロ、 0.43 キロあります。結構じわじわたまるな。俺家電雑品ばらすと。はい、もう1台ばらします。相変わらずモーターがこっちにあって、こっちは鉄板が入ってるって感じですかね。基板も入ってる。基板年々精密になってくるんですかね。モーター取れた。軽いな。6.5 キロ。このジグに真鍮ついてますね。真鍮。これ、かしめてやっから、ぶった台で取れるかな。今、ぶった台で見ます。はい、速攻で諦めました。これ、削るんです。
はい、今日のお昼ご飯は卵焼きです。奥さん手作り、美味しそうだ。ちょっと1時半から材料積むのを手伝ってくれって言われたので、もうこの辺で終わりにしようかな。正直採算に合わないですね。時給数百円なんじゃないですかね。もう少し頑張ってみるか。この辺どうだろう。どう入ってねえやな。炊飯じゃ。で、この辺はもうシュレッダーですね。この辺もシュレッダーで通ります。3個ぐらいになる。これ、もう、バーン。一旦もう時間がないので、雑品置き場にみんな下ろしちゃいます。今から荷物の積み込みに向かいたいと思います。はい、今日の夕飯は、奥さん手料理、野菜炒め、行きましょう。今は夕飯食って休憩してるんですけど、いや今日の午後手伝いに行ってきたんですけど、家具材40キロから80キロぐらいある家具材30本ぐらい、2人でトラックに積み込む作業だったんですけど、ちょっと距離があるんですね。トラック入ってこれないから歩いてそのトラックのとこまで運んで積み込んだんですけど、いやくたびれる。腰にきますね、腰で。5000円だけもらってきたんですけど、いやお金稼ぐっていうのは容易でないですよ。いや大変だ。ということで家電雑品話ちょっとやってみたんですけど、モーター取れんですけど、時給に換算したらやばいんじゃないですかね。600円とか800円なんじゃないですかね。まあ遊んでるよりはバラした方がいいか。家の中で休んでるよりはちょっとでもお金になりますよ、これ。ほんと雑品バラし、お金稼ぐっていうのは本当に容易でない。以上